いくか。ちょっと待ってください。ポンちゃん。ポン。ポンや。あ、魔王が、ダブった。ポンポンポン。あ、失礼。ポンポンポン。切り抜きのやつ。いいよ、切り抜きの最初のやつ。ズギャローのやつでしょ。俺最初何言ってんのか分かんない。ズギャロー。ズギャローが怖くてさ、そう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 、え、何怖いってなって閉じちゃったみたいな。ポンポン。結構視聴率高いな、ポンちゃんの切り抜き。ね、みんな見てるな。ここまであるあるになると思ってる。ね、あれ、あの、そうだね。ズギャロー。俺エンディング好きですけどね。どこさだんだ、どこさだんだ、どこさだんだ、どんずずん。いや、そこまで見てないな。見てないから。全然伝わる。あーってならば、バレちゃう。バレちゃうことなんなかったから。バレちゃうよな。どこまで見てるかバレちゃうもんね、それ。みんな最後までは見てない。最後までは見てない。最後までは見んのよ。だって、犬に。今反応ゼロやつだもんな。反応なんだことある。オープニングあんなに盛り上がったの。エンディング盛り上がらんぜ、今。エンディングわからんから、誰かが言うだろうってこと。誰も言わなかった。誰かがあーって言うだろうっていう。乗っかろうと思ったけど、これ一つも。いや、マジか。かわいそうだな。まあ、ちゃんと見てる、ちゃんと見てるからね。ね、ちゃんと見てるからね。素晴らしいことですよ、これは。誰も見てない。オープニングだけしてんのやばいな、だけ見て、で、ちょっと見て帰るっていう。ちょっと見て、オープニングいいなーって終わり。悲しい。いや、悲しいな。でも、この話でみんなちょっと聞いてみようかって人増えたと思うよ。そうだね。確かに、そうだね。確かに、確かに。エンディング結構好きっすよ、あれ、俺。思った。うん。最後にぜひ、ね、見ていただきたい。マジで。よろしく。見なそう。見なそうだな。そうやな、これ。切り抜きってあのタイトルになってる満足する部分まで見たらごちそうさまって割となりがち。ああ、まあ、そうね。確かにね。あるあるある。タイトル回収したらもう良くなっちゃう。